決定。1着1番奥井富美、2着5番岩崎由美子、3着3番先着を回す君か。完全優勝しました奥井選手がインタビュールームに到着されたようです。それでは早速呼んでみましょう。奥井選手、聞こえますか？あ、聞こえてます。あ、よかったです。完全優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや、本当に格の違いを見せつけての完全優勝でしたね。あ、でも本当に優勝できてほっとしてます。ほっとしてる。やっぱりもう人気になっててもやっぱりちょっとそこは勝たなきゃっていうプレッシャーもありました？そうです、なんか午前中の時にもうなんか人気になってるよって聞いて、ちょっとはプレッシャーっていうかいつもとは違うプレッシャー感じてました。大津さんがいらない情報をね言ってましたもんねインタビューで。奥井さんが一番人気で売れております。佐世保4連覇ですよね。もうそうですね、本当は佐世保はやっぱり自分の戦法にも合ってるし走りやすいバンクなんで、うん、はい、とても好きです。あ、まあ、奥井さん自分と一緒でまだ9年目の新人ですからねそうなんです、本当ちょうど平尾さんがこのインタビューだった時に私も入ってきた感じ。本当に9年経っても平尾さんって伸びしろないでしょ、うん、本当に、ね、前何言ってるか分かりませんけど、ね、本当に前見日から疲れさせちゃってごめんね奥井さん。ちゃんと聞き取れました。ありがとうじゃあ最後ちょっとそんな平尾さんと一緒にレース振り返ってもらっていいでしょうか、はいはい、じゃあ平尾さんお願いします。はい、お願いします。今日の作戦はどうだったんですか？そうですね、ちょっとまあ疲れもあったので、まあ、少しちょっと仕掛けを遅くしたいなと思ってたんですけど、でもまあ、ね、緩んでたらやっぱりまあホームから行こうとは思ってました。やっぱり岩崎選手がこう積極的に行くそうな感じでした？そうですね、岩崎さん結構もう行きそうな雰囲気出してたんで、まあ、そこの様子見ながら、まあ、行くんだったらもうそれに乗ってとは思ったんですけ ど、 もう遅かったらもう行く準備してましたね。そうですね、ここは緩んでたんでもう行こうと思って行った感じです。すごいですね、もう佐世保のバンク、もうなんか地元バンクみたいに走ってますねいやそんなことはないんですけどでも本当になんかこう直線が短いっていうだけですごくなんか気持ち的に楽です。奥井さんにしたら短いんですよねそうですね、立川とかに、地元の立川とかに比べると、はい、ちょっと三日が踏みすぎたんですね、後ろがもう離れすぎてちょっとねいやそんなことはないんですけど、でも本当に一着取れてよかったです、ね、いやさすがです。登場からも奥井さんに一言お願いします、はい、一生元気？師匠本当忙しくやってるので、ね、なかなか会えてないんですけど、元気に働いて、富山健一さん、同期のね、同期なんですよね、佐々木さんと。師匠も喜ばれてるでしょうね、はい、しかし、はい、パルカップもね、惜しい2着、はいはい、調子上げてるんじゃない？またそうですね、本当今年入ってその4月のオールガールズに向けてやってきたことが、うん、なんかこう少しずつこう自転車と噛み合ってきた感じが、ね、はい、俺なんか40過ぎたらもう急激になんか気力と脚力落ちちゃうけど上がってるもんね。すごいですね。奥井さんのすごいところってやっぱりもうこれだけ強くてもまだまだやっぱりこう上を目指してっていう、うん、今回もインタビューで随所にそのコメントが伺えて、でパールカップの決勝も拝見してたんですけど、現地ですっごい声援多かったんですよ ね、 ね、うん、奥井さん本当に人気あるなと思いました。いや本当になんかこうやっぱりこう競輪のファンの方先行してるとすごく現地で応援してもらうのですごく本当にありがたいですし、もう本当なんかそれが力になった感じはあります、うん、本当ですね。若干絞った？いやそんな結構増量しちゃってますいや顔もシャキッとなってるから本当ですか、うん、あ、やっぱ地元の手羽先を食いすぎたとか
そう、まあ、書いてあるんですか。でもあのいつも奥井さん佐世保に来るとご飯も美味しいしすごいあったかい雰囲気が好きだって言ってくださってたじゃないですか、インタビューで、はいはい、またぜひぜひ佐世保にも来てくださいね。そうなんです、本当になかなか最近来れてなかったんで、うん、ぜひまた呼んでいただきたいです。こちらこそよ、はい、本当にあの奥井さんすごい、奥井さんすごいってたくさん YouTube にもコメント来てるので、うん、あの今回は無観客だったんですけれども、はい、たくさん画面越しで応援してくださったファンの皆様に最後に一言いただいていいですか。いや本当あのいつも皆さんの本当に声援とか、うん、そういう温かい言葉で自分もあの負けた時も勝った時もなんかこう自分の励みになってるので、また皆さんの声援のあの力にまた頑張りたいと思いますので、これからもまた応援お願いします。もういつまでも奥井選手らしい走り期待してますので、はい、次走も頑張ってください、はい、ありがとうございます。かっこよかった。